こんにちは。こんにちは。いて、本日2度目の配信です。こんにちは。ちなみに3連休どこも出かけてない。という感じです。どこも楽しいところに行ってないのに明日から学校が始まっちゃいます。はあ、まあそんなこともあるか。出かけたかった。うん、出かけたかったよ。出かけたかった。へえ。出かけられなくてショックということで、まあ配信をします。ショック。3連休どこにも出かけた。私史上3連休でどこにも出かけないなんてことあんまりないんですよ。長野でリンゴ狩りしてきたらっていいね。楽しそうだね。いいね。私もどこかに行きたかったです。そうだな。どこ行きたいかな今。うーん、普通にどこだろう。どこでもいいからどこか行きたかった。まあいいか。普通に買い物とかそこらへん、買い物とかそこらへんをしたかったです。コンビニとかではなく普通に出かけたかった。まあしょうがない。ショールームイベント参加したからね。まあ仕方ない。ね、この休みはタイヤ交換してきたぐらいだって。タイヤ交換か。やった。タイヤ交換ってま3期生の研究生公演行ったから出かけた。だっていいね。そういうのいいな。
そういうのいいな。私も出る側じゃなくて普通にどっかライブとか見に行きたいし、まあショールームイベント参加してるから無理だけど、うん、私もどこかなんかやりたい。まあもうね21時まで配信しちゃったらどこか行きたいなんてもう言ってられないんですけれども、はい、週末の公演当たれば行くので日曜日にタイヤ交換します。だってお頑張れー、タイヤ交換。そっかもう雪が降っちゃうよね新潟はね。新潟もう雪で降っちゃいそう。まだ一応降ってなくて今日はなんなら暑かったんですけど、まあ夜は寒いですよねやっぱり。雪降らないでほしいな。うん、やだやだやだ。でも別に雪が降ること自体はいいんだけど、雪が降るとしたら今年はもう宣言する、すごくダサい長靴を履こうと。なんかおばあちゃんとかがさ、なんか畑仕事する時とかにさ、よくなんかあ真っ赤なさ長靴履くじゃん。真っ赤でめちゃ膝下ぐらいまである長靴、あれ履こうかなと思っても、そうなんか農業の人みたいなさ長靴履けばさ、夏希ちゃんは雪楽しみにしてるよ。だって嘘でしょ。でも一回あったよ、なんか県外メンバーは雪で遊んでて、新潟県内メンバーは屋根の中に入って「いやーなんか遊んでるね」とか言ってたのこと。そうなんかを待たなきゃいけなかった時外で、それでなんかみんな遊んでるね、あっちにいんの全員県外メンバーじゃねって。そうも絶対さ歩いてる時とかにさ靴の中に雪が入ってつま先が痛くなって「痛い!」ってなってさすがに辛くなるよ。別に寒いことはねコート着ればいいんだけどさ、雪が長靴に入るとさ冷たい通り越して痛いだからね。あとさ制服着ててもさダサくならないようにさブーツっぽい靴を履いてたのね。そうブーツっぽい靴を履いてたから、なんて言うんでしょう、一回中に雪が入ると中が毛だから染みてきちゃうのね。そうだから一回でも雪がちょっと入ったら一巻の終わりで、そうだからめっちゃでかい長靴履いてやろうと思ってます。めちゃでかい長靴で保温効果みたいなのある長靴履こうと思います。もうでも学校に行く時はそれでいいけど、さすがになんかさレッスン場とか行く時とか辛くなりそう。なんか劇場行く時とかもなんかちょっとでかい長靴履きたくないかもな。
そう、入り口をさシューってできるやつ、そう、それが欲しいの。ワークマン、あ、そうかもね、ワークマン行こうかな。靴屋さんに行ってるから、それそういうのもあんまり雪が入りやすいのかな、ちょっとおしゃれ要素があって。あ、ワークマンに行けばいいのか。ね、なんかワークマン女子ってなんかよく聞くよね。私も「ヒルナンデス」で聞きました。ヒルナンデスで聞いた。そう、新潟はコメリじゃねえ、だって確かに武蔵でしょ、だって確かに。新潟はコメリか武蔵かもね、確かに。コメリと武蔵の方が確かに広いもんね、いろいろあって。職人が減ってるからそういうの作ってるらしいよ、だって。ああ、なるほどね。でも、あったかくて雪が入らないのがいいかもな。でも雪って大体さ、膝の5センチから10センチ下ぐらいまで降るじゃん、大体。新潟県内の平均。だから膝よりもちょっと膝下ぐらいがいいよね。膝下ぐらい。え、降るよ。え、そんなに積もるよ。新潟市は多くて50センチくらいじゃない。なるほどね。雪降ったら外出ないで。こたつで悪くなってる場合だって。学生はそうもいかないんだよ。うん、なんかね、確かにあれだよね、何て言うんだろうな、普通に歩くような道、早朝じゃなければ確かに足跡があるからそこをたどればそこまでないんだけど、そう。でもあれがいいかもな、なんか滑りにくくてさ、靴の後ろに針金みたいなのついてる長靴。わかる？履いたことある？あれ。後ろになんか針金ついてるやつ。なんかよくわかんないやつ。あれなんて言うんだろう。スパイクか。スパイクって言うんだ。それがついてると転ばないんだったっけ？ちっちゃい頃そういうのなんか、可愛いとか可愛くないとか気にせずそういうの履いてたから、それは、でも別に転びにくかった記憶はないな。転びにくかったっけね。うん、
雪積もっててもローファーでつかつか歩いていく、ああ女子高生にびっくりした、だってねえ確かにね、ローファー履いでも雪降っててローファーで行けるのなんて新潟市でもなくない？新潟市でもさすがにさ、ローファーでだけで雪歩けるところあるかな。私は無理ですね、無理無理。バンダイ付近だって。まあ確かにバンダイ付近だったら雪降ってる人が、うん、雪がそもそもたくさん降ってたとしても、新潟市内で除雪されてるし、たくさん人歩いてるから雪潰されてるし、降ってたとしても除雪されてるから、まあ歩けそうだよね。うん、わかる。靴下諦めてるよねもうそれ。でもさ、濡れた靴下でさ予備持ってないとそのままさ靴履くじゃん、学校の。それだと、そうするとさ学校の靴も地味に濡れてさ、次履くとき最悪なんだよね。バンダイあたりも降ってるには降ってるんだろうけど、人がたくさん通ってるんだろうね。そうそう、ラブラあたりめっちゃ滑る、だって。それ水で溶かしてるからじゃない？雪、水で雪溶かしてるから滑るのかな、凍ってきて。昔公演の翌日交通機関が全てダメで帰れないことあった、だって。つらっ、それはやだね、それはちょっとやだよね。わかる、バンダイ都会だよね多分さ。劇場公演見にさ新潟に来てバンダイに行って帰るみたいな感じの方、多分さ、なんていうの、新潟をさ全然さの、なんていうの、全体じゃなくてさ、バンダイだからさ新潟市の中でも、あ、だから新潟市ってそんなに雪降んないんだってなってるけど、新潟市も普通に結構降るよ。新潟市も降るし、長岡も降るし、小千谷も降るし、柴田も降るし、感覚では小千谷がめっちゃ降ってる気がするけど、そう、私の住んだことあるところでは小千谷が一番降ってるような気もするけど、うん、小千谷がやばい。わかる、長岡ね、そう、長岡、小千谷、うん、上越もね、私上越住んだことないからわかんないんだけど、そう、結構降る、ね、まあでもね、きっと私がここまで足が冷たくなった思い出があるのはとブーツ履いてるからなんだよね。そう、きっとみんなブーツ履かなきゃいいだけ。制服に合う靴履きたいなとか思わなければ大丈夫。
なんかね、なんか靴履いてこっち外に開いてたのね、布が。ここ足、ここブーツの布でヒューヒューって履いてくるから、雪がふわふわってこうなって外に沿ってるから雪が入りやすいんだろうね、制服と合う代わりに。うん、皆さんもぜひちょっとね、ぜひ皆さん長いブーツで来てください。もう雪の日はもうさ、あれだね、雪の日はもう馬に乗って通う馬頼む、そうするしかないよ。なんならもう諦める、もうもう無理だよ。わかる、北海道は必須、わかる。でも北海道って時間経つとね、冷めるというか冷たくなる、常温に戻っちゃうじゃん。常温に戻るとちょっと悲しいよね。でもさ、寝てるとき北海道持っちゃダメなの悲しいよね。寝てるときも北海道持ちたいぐらいなんだけど。はあ、わあわあわあ。そう、やけどしちゃうらしいよね。わかる、北海道ってさ、どこに貼るのが正解なんだろう。北海道ってどこに貼って寝るのが正解なんだ。でも冷えピタはまあわかるじゃん、冷えピタはまあわかる、おでことか首の裏とか足の裏とからしいじゃん、らしいじゃん。どうだろう、腰？どんなに寒くても北海道は使わない、使わないんだ。でも北海道ってまあ正直どこでも良さそうだよね。でもあれかな、北海道ってさ、やっぱり私春派なんですよね。北海道さ、貼らないさ、貼らない北海道ってさ、貼らない北海道ってなんかどう、あったかいかもしれないけど一瞬しかあったかくないじゃん。だからあれだよね、あんまりなんか友達とかよく持ってること多いけど、貼らないのをどっかにしまっておいてもさ、あんまり触らないじゃん。そう、衣装に北海道ポケットがついてるアイドルいるそうですね。だって NGT じゃね春底の NGT じゃね。
それ NGT では？よいしょ、テロップ打ってなかった。そういえば、あと何ついてたかな。春どこと、なんだっけ、なんだっけ、あとあれセカオついてたっけ、わかんないな。セカオついてたかな。わかんない。でも春どこは確実についてた。そんな感じかな。そんな感じです。でもなかなかあれだよね、新潟のアイドルらしくていいですよね。北海道のポケットがついてるって。劇場は寒いくらいでちょうどいい。ああね、私も確かに最初寒いけど、冬とかだけど、なんか慣れるというか、自分たちがパフォーマンスしてて熱くなる。そう、トキーショーめっちゃ寒そうだって。あーね、トキーショーね。んー、でもなんかもう一回ステージに立ったらもう大丈夫になっちゃうけどね。こんばんは、こんばんは。そうそうそう、ジャケットなしの時衣装寒そうだって。あーね、ジャケットもあるもんね。そういえばリバイバルではジャケット着てなかったから、なんかあることそんなには考えなかった。劇場のロッカー小さいから上着入らないだって。確かに入んなそう、劇場のロッカー。確かにね、入んないよね。
着ると重い衣装、着ると重い衣装、私が着たことある中ではセカオかな。セカオの衣装はスカート長くて結構重いかな。結構重いですね。春床は意外と軽いよ。春床は軽いかも。ブレザーとスカートっていう感じだから、普通のまあ制服っていう感じかな。どの衣装が一番好きか。なんだろう。何の衣装。NGT の衣装で何の衣装が一番好きか。あれかな。あれが好きかもしれない。NG っぽくて好きなのは高級衣装で、色の感じとかが好きなのが総選挙の衣装。最近着たのはリカさんの卒コンかな。リカさんの卒コンで最初に着た衣装かな。よくわかんないけど、多分それぐらいかな。シングルの衣装で好きな衣装、シングルの衣装で好きな衣装、でも自分が選ばれたことがまだ1回しかないから、選ばれたというよりかは全員入れるってなった時に入ったことしかないからわかんないけど、まあ青春時計は可愛いなと思います。着たことないけど。着てみたい衣装、青春時計かな。青春時計かシャーベットピンク。そう、青春時計はおじさんでも着てみたいな。青春時計着てみたいかな。やっぱり衣装着るとテンション上がる。だって、ね、でもね、そうだね、でもコンサートとかだともう早着替えでもうよく分かんなくなっちゃう。ああってなる。あ、今着て、今着替えた、あはってなる。もうよくわかりません。コンサートの時はよくわかんないけど、あんまり私ちょっとしか選ばれたことないけど、最近のはフェスとかの衣装だとまじまじと見れるから可愛いなって思う。
早着替え得意なの？だって。え、分からん、どうなんだろう。私ね、今回のコンサートでは得意かどうか分かんなかったんだよね。角のここにあって、角のこういうところがあって、私角の一番端っこにあったのね。一番端っこのここにあって、こっちの角の人とあのもうわけわかんないぐらい大変なことになってて、そうだから自分の着替えるスペースがあんまりなくて、狭くて結構、そうそうそう、だから角っこだったから、もう譲ったりもういろいろしたりしてたから、私も譲ってもらったりとか、譲られたり譲ったりとかして、そしたらもう得意とかもう分かんない。そう、先輩だと誰が一番早いのだろうね。だって、え、でもね、一回あったよね、リカさんの、リカさんの卒業公演の時に早く着替えられた人からステージ出ますみたいな。あったよね。それ誰が一番だった、それ。私はちょっと着替えてたから分かんないんですけど、そう、あ、かほさんとななみさんか、かほさんとななみさんだったらしいです。皆さん、そうですね、ラーメン部ですね、すごいですね、そうですね、あ、そうだね、21位でタイムオーバーだった、そう懐かしいですね。でももう学校、学校違う、学校卒業するはちょっと間違い、中学校を卒業するので、私はもう時間から解き放たれる。さすがに高校生になって10時まで公演が延長することはまあおそらくそうそうないので、私は解き放たれます。そう、早く私も高校生になりたいなと思うけど、早く高校生になりたいなと思うけど、でも中学校も卒業したくないなって思う。わがまま、卒業したいけど離れたくない、わがままですね。誰だって卒業って嫌だよね。卒業の季節はやっぱり寂しいなと思うことがたくさんあるよね。まだ学割使える、確かにね、学割は使える。卒業という言葉にドキドキするなんて、確かにね、アイドルを好きな方は確かにアイドルがずっと好きで、もう
当分学生はずっと前のお話でっていう方はさ、確かに卒業っていう言葉を聞くとアイドルしか思い浮かばないよね。私は卒業って言ったらまあどっちも半々ぐらいで思い浮かべるけど、やだなあ。でも高校生になりたいけど中学を辞めたいわけではない だからといって同時に入学していたいわけでもないねえ劇場の公演の最後は毎回ドキドキするだって。そうなんだ。なるほどね。なぜか2年ごとに推しが卒業するので。2年ごとに推し卒業すんの。まあでも2年って結構だよね。2年経ったら私17歳だよ。まだ若いですね。まだ若い。ちょうど3期生の多くの人が入ったぐらいの年かな。まだ若い。そう、10年いたら25歳。いやーそれはちょっとねやばいっすね。25歳はちょっとやばいっすね。10年いると信じてる。だってなるほどね。どうなるでしょうね。私もわかんないですね。推し3人卒業しただって今年やばー。推し3人卒業するのは悲しいね。でもね、卒業っていうね文化があるアイドルグループはねちょっと切ないよね。でも私はそうだな、卒業っていう文化のアイドルを応援したことがちょっとしかないので、ちょっとっていうかまあ少ない人数しかいないので、そう、わかんない。あんまりなんか卒業の心配をしたことが私はちょっとしかないから、そう、あんまりわかんないんだけど、卒業のした時アイドルがした気持ちが。卒業公演出演ってどんな気持ちだって。どんな気持ちなんだろう。確かに、いやー悲しいなーって思ってるいやー悲しいですねーっていう感じ。悲しいなーと思ってます。私はそう、目の前で卒業発表を聞いた後、あー分かんなくなっちゃった、ごめんなさい。ドレス着る、あーね、卒業はねドレス着るからね綺麗だなーと思います。やっぱり素敵だなーと思いますよね。素敵ですね。
次をドレスってどれもたくさん思いがこもってるんで、そうだよね。なんかドレスってやっぱりアイドルさんの卒業ドレスってやっぱりなんかめっちゃ綺麗ですよね。なんかなんていうか、なんかめっちゃ似合ってるな、素敵だなってめっちゃ思う。リカさんの卒業ドレスめっちゃ綺麗だったな、めっちゃ素敵だった、めっちゃリカさんっていう感じがした。リカさんっていう感じ。NGT もだけど AKB 劇場の壁車が少なくなりすぎてつらい。あ、壁車ね。私はここ最近はパーティー公演の壁車なんですけど、パーティー公演、パーティー衣装の壁車なんですけど、そうそうそう、かわいいよねパーティーの衣装って。なんかずっと着すぎてもうなんかあのこれは可愛いとかそういうのがなんかあんまり最近気持ちが働いてなかったんですけど、昨日なんか結構久しぶりになんか衣装着てみたらパーティーの、あ、可愛いなと思って、そう、可愛いって思いました。あの壁車幼い感じで可愛いだって。そう、そろそろ壁車変われるのかしら。ああ、どうなんだろう。でもまだそこまであれじゃない、そんな経ってない気がする。あの壁車にしてからどうなんだろう、わからない。壁車変わったら髪型変えたい、だって。でも変えるとしたら、初期の壁車の写真ね、違う、初期の髪型に戻すとか。あ、初期の髪型わかんない人結構いるよね。初期のあの髪、ここら辺からこうやって持ってきて、わーって持ってきて、そんでここら辺から上からこっちから取ってこうやって三つ編み下ろしていく。そこちょっと今は適当にこんな感じの髪で、こっち耳かけとかの感じ、こんな壁車だったけど、耳かけるかかけないかはまあその日の気分だった。そう、懐かしいでしょ、懐かしいね。そう、まあ変えるとしたら戻す感じかな。まあ気分ですね気分です。その三つ編み好きだった。嬉しい、ありがとう。そのイメージ強い？ああ、本当。本当、なるほどね。そう。でも、最初の方とか、
全然メイクとかもしたことなくて、いやーねー、 NGT 入ってからねメイクとかするようになったけれども、背中かゆいと。イベント出演の時の髪型って自分で決めてる？だって。うん、自分で決めてるけど、私はイベント出演する時は結構編みたらしが多いですね。最初の壁写の写真、編みたらしで、編みたらしで巻くか巻かないかどっちかで、それかここでくるりんぱするんじゃなくて、いつもここでくるりんぱしてるけど、それをここら辺でくるりんぱするかみたいな感じにしてる。編みたらしって言うんだ。だってそう、編みたらしって言うんだろう。そうそうそう、でもやっぱりゆはさんはポニーテールのイメージが強いかな。でも長谷すももちゃんにはもう一回ツインテールとかもしてほしいな。うん、そうそうそう、ツインテールしてほしいだってさ、おいしょ、最初の方はさ、なんか NGT のツインテールで覚えてくださいみたいなことを言ってた気がするのね。だからさ、そうやってほしいなと思う。でもスモちゃんといえばツインみたいなのいいよね。私といえばなんとかとかいうのはあんまないから。でも先輩でそういうのある人結構多くない？例えばゆめさんだったらツインっぽいし、ななみさんもポニーっぽいし、あとはるかさんはストレートおろしっぽいし、リリカ様といえばだってすみません、特にないんです特にありません、あははは、あそうだね、日野さん金髪っぽいよね。でもちょっと前は黒髪ロングサラサラみたいな感じだった。で最近は金髪ショートっていう感じだ。リリカさんはくるりんぱ、じゃあ私くるりんぱで行くもんじゃあ私もくるりんぱで行こうか、もうこれでもうくるりんぱにしよっか。でも男性の方でくるりんぱって知ってる方いるのかな？くるりんぱ知ってる？ヒゲキャラ空いてるよ。だってアイドルでヒゲキャラいる？なかなかいないよね。くるくるパーだってくるくるパーってことにしよっか。
くるくるパーだよね。うん、そう、まあそんな感じですね。私はくるりんぱかあみたらしですね。私はカブシャの髪しかあんまりやらないね。確かにそういえば。じゃあ違う髪もやってみよっか、いつか。いつになるかわからないけど。編みたらしは初めて知った。多分意味は編んで垂らしてるからだと思う。リリカ様はポニテしないの？だって。学校で1年生の時はしてたけどね、途中で飽きてやんなくなっちゃったけど、飽きてというよりかはめんどくなってちょっとめんどくなってやめたポニーテール、こんな感じですね。まあ大体なんか私がやるとなんか、まあ、学生みたいな感じするけど、そのまあ学生だからまあしょうがないけど。リリカさんショート似合いそうだって。ボブはしたことあるけどショートしたことないんだよね。まあ赤ちゃんの時はショートだったろうけど。高めツインは似合わないよ。あ似合わない、あ似合わない、あそう。でも私はあんまり髪を短くしたりとか染めたりする予定はないです。はい、そう、この前も話したけど、すれ違った髪がめっちゃ綺麗な人、すれ違って髪がめっちゃツヤツヤでなびいてて、はっってララララララみたいな効果音がついてって、もうなんかシャンプーの CM が横で流されたみたいな感覚になって、もうあーってなったのね。そうだから、それでもう感動しちゃって、私その人に感動しちゃって、私もその人にも感動して、私はあもうこれ黒髪から変えないわと思って、そうリアルに横で髪の CM 流れたみたいな、もうやばかった。だからもう私も髪染めないし、そう、もうあの感動は忘れられないのよ。そう、多分私が見た中で、人生で見た中で一番髪が綺麗な人だった。 CM だったんでは、だってもう一時的に CM の世界に入っちゃったのか ね、もう素晴らしかった。もうちょっと誰かも知らない人ですけども、ちょっとすごいなと思っちゃって、リリカ様も綺麗ですよ。だって、そうかな、でもなんかさ、爪ん手だけのモデル、手のモデルとか口のモデルとかさあるじゃん、なんかあと足のモデルとかいるじゃん、なんかポイントのモデルの方、ちょっと名前わかんないけど、手垂れ、あ、手垂れって言うんだ、へえ、とかあるじゃん。それってさ、髪のさタレントの方っているのかな、髪専門の方、
髪専門でタレントしてる方会ってみたいなって思いました。会ってみたいというかすれ違ってみたいなっていうか。すれ違いたい、ちょっと願望。そう、ちょっと後で調べてみようかな、髪専門のタレントさん。調べてみる。見てみたい、すれ違ってみたいんだよね、横で。横ですれ違ってハッてしたい。でももしかしたらね、あの時すれ違ったあの人はもしかしたら髪でなんかタレントしてる人だったかもしれないしね、もしかしたらあの人がそうだったかもしれないし。ケア大変そうだって。確かにね、なんか手のタレントさんのテレビとかなんか見たんだけど、ちょっと前に。そしたらなんかスマホをこうやって小指のここに、これがスマホで、なんかこうやって置かないみたいな、小指にこうやって置くとここの小指の負担がかかるからみたいなことをなんか言っていて、こうやってやると小指が曲がっちゃうみたいなのとか。聞いて、そんなこと意識したことなかったなと思って。まあ確かに小指ちょっとね曲がってるかもしれないかもとか思うけど、確かにね、確かに確かに。ずっと手袋してるって聞いた。だってすごいね、やっぱりさ、あれなんだね、洗い物とかさする、手がひびが入るとかそういうこととかもね、ないだろうね。冬とかになんか乾燥してる手でグー握って、なんかここのらへんとかここのらへんにから割れるとかそういうことないんだろうね。日焼け、ああね、確かに日焼けしちゃいそう、日焼けしなさそうだよね。手袋外すと特殊な能力が手袋外して特殊な能力出る、なんだっけ、アナと雪の女王だっけ、それですね。ひりか様ならどのパーツのタレントになりたいだって。わかんないな、なんだろう、でもなんだろう、なんだろう、ちょっと難しいです。どれもなんかどこのパーツが超秀でてますみたいな感じじゃないから、ちょっとどこもどこも、まあでも口は確かにまあ平均的な口ではあるかもしれない。平均的な口とはっていうか、目？目薬？ああなるほどね。でも私花粉で寝てる間に目こすっちゃうの。なんかメイクしてて昼寝してる時とか、あの目閉じてこうやっちゃったから、ここんとかにめっちゃキラキラがついてたりとかして、あ絶対これ寝てる間に目こすってたなって思う。これ絶対目こすってたんだろうなって思う。
だからよく寝て起きると目が赤くなってたりとかするんだよね。本当にやめたいけどね、やめれないというか、どうやったら治るのか分かんないし、なんか寝て起きるとなんかよく二重が変だったりするんだよね。私は生まれつき二重なんですけど、よく目こすっちゃったりとか乾燥しちゃったりするせいで二重がなんかね、こんなとこにあったりする。そうそう、そう、三重になるよね。わかる。三重になる。手縛るしかなくて、もう手縛ってね、寝てもこう、こうしかできないようにする。もう。歯はどう？だって八重歯じゃん。八重歯だからさ、そんな普通の歯じゃないからね。できない。八重歯なんです。そう。なんで目こすっちゃうんだろうね。歯ぎしりもやめようと思ってもやめれないじゃん。歯ぎしりもやめられないしさ。ねえ、寝てる間の行動ってやめようと思ってもやめれないよね。歯八重歯だって。歯リップは聞いたことあったけど、歯八重歯もあるの？歯八重歯なんてあったんだ。いびきひどくて奥さんに蹴られるなって。怒られるかとかかと思ったら蹴られてるんだ。でも私のお父さんも結婚前のお家で、結婚前の時のお家の時は3人横に並んで寝てた時があったんですね。それでお母さんがよくお父さんの鼻をこうやってつまんで「ふがっふがっ」ってなって よく あ、これで寝れるぜ、ごめんねってよくなってた。懐かしいですね。そうそう、それで起きないよ。起きたことないよ。ふがふがってなって起きてたことない。初見でしたって、こんにちは。お父さん友達になれそうだ。いやー、お父さんはね、結構友達とかいるタイプで、なんかよくわかんないところ「おお、なんとかなんとかよー」みたいな感じで、私がいる時にもなんか友達と立って話してたりするんですけど、ああ、この人が友達なんだなー。なんか〇〇くん、〇〇ちゃん、なんか聞いたことある名前だなぁと思って、よくなんか聞いてます、立ってます、私も一緒に。〇〇くんと会ってもう立って話しちゃってさ、ははみたいな、いやー知らんがなぁと思って。私がよく習い事で行ってたところで、よく友達と会うらしくて、それで「おお、なんとか」みたいなことを言ってるのを目撃したことが、まあ2回ぐらいある気がする。パパは3期の誰に似てるか。
そりゃ私でしょ私が娘なんだから、そりゃ私が一番似てますね私が似てます一番。でもまあポキモトちゃんとも似てるかな。うん、ポキモトさんとも似てるパパは。そう、私と似てるからね、それも。そう、他の人に似てたらやばい。だってわかる。私目はお父さんに似ました。鼻はわからない。口はお母さんです。そう、八重歯なので。でもまあ顔のバランスとかはお母さんかなっていう感じ。でもね、どっちに似てるとか正直わかんないけどね。お父さんとお母さんの顔が似てるからお父さんとお母さんの顔がなんか似てるから、ちょっとなんか特徴が似てる。なんか二重で、まあ口が小さくて、鼻はまあ全然違う。まあそんな感じで特徴が似てるから、まあなんか、うん、ちょっとどっちに似てるかって言われるとちょっとわかんないんですよね。どっちもお母さんとお父さんが似てるから。うん、夫婦はなぜか似てくる。ああね、なるほどね。うん、確かに私が生まれる前からね、会ってるわけだからね、何十年かね会ってるわけですよね。そう考えるとすごいですよね。そりゃ似てくるわけですよね。性格的にはわかんない。でもね、すごいお人よしっていう感じですかね。なんかまあ地域、お父さんの方のお家のあたりに行くと、なんか知らない近所の子になんかあげてたりとか、あとなんかそう、おばあちゃんはすごいお人よしで、なんかお家を新しくする工事をしに来てくれた方がいて、それで、ね、なんかその人たちになんかお米を配って、なんか仲良くなって、あの定期的にそのおばあちゃん家に来るようになってお茶会するようになりましたとか。そう、なんかおばあちゃんはなんか家に来てくれた、家にコンコン失礼しますってした一回でもしに来た人とは何十回ものお茶会の中になるんですよね多分そう、そう、なんか家になんか誰だったか、なんか誰かが来た時にも、なんかその時も仲良くなっちゃってねーみたいなこと言ってお茶会してたりとか。そう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 、ねえ、もしかしてね、私のおばあちゃんと家が近い方はもしかしたら私のおばあちゃんとお茶会できるかもしれないですね。まるまるさん上がって上がってみたいな。そう、なんていうかね、一回一回のなんかなんていうか、なんていうんだろう、関わりがすごい深いですね。コミュ力すごいですそう、あー、そんなことを話してたらおばあちゃん家に行きたくなりますよね。
おずーさんはお茶会参加しないのかな、だっておずーさんはおおこんにちはみたいな感じ、うん、わかる、田舎あるあるそう、一回でも家に来た人とは超仲良くなってお茶会をめっちゃする、田舎あるあるですね。でも大体お盆お正月になると〇〇さんちの〇〇さんの〇〇さんのなんとかかんとかみたいなことを言ってて、おばあちゃんが、でも全員誰の名前かわかんない、〇〇さんちの〇〇さんの〇〇さんと〇〇さんで〇〇さんがみたいな、全員知らないみたいな。全員誰かわかんないなみたいになりました。お茶会のお供はなんかね、よくわかんないゼリーが多いです。うちはよくわかんないゼリーと、あとなんかお菓子、私たちが持ってきたお菓子とか、そうなんかよくわからんゼリー、フルーツゼリー、そうなんかあの透明なあの薄っぺらい紙に包まれてるお菓子とか、そうそうそう、オブラートか、オブラートのなんかちっちゃい長方形のゼリーのお菓子みたいな、そうあれめっちゃ好き、甘くて好き、そうとか、あとお菓子のパックみたいな、なんかよくわかんない、なんかいろいろたくさんなんかいろんな種類のなんかお菓子が入ってるファミリーパックみたいなやつ、うん、そう、あれ美味しいよね、あれ美味しい、そう常に用意してあるんだよ、それよく人が集まるところの部屋のところで、そうそう一番広い畳の部屋のあの壁のところにしまってあるお菓子がたくさんなんかさ、オフラインお茶会とかあったらさ楽しそうじゃない？お茶会大人数でそう、でもなんかおばあちゃんが持ってきてくれるさヤクルトとかココアってなんで美味しく感じるんだろうね、お茶もそうだけど、なんでかな。なんでだろうね。なんかおばあちゃん家で飲むヤクルトってさ、なんで美味しいんだろうね。カルピスも美味しいよね。なんで美味しいんだろう。そう。でもおばあちゃん家は冷蔵庫がなんかありえんぐらいでかい冷蔵庫がなんか2つあるんですよね。だからいろんなものが常に常備してあって何でもある。そう。おばあちゃんはスーパーに行くのが大好きで。スーパーに行くのが大好きで、そういろんなもの買うんですけど、そうスーパーでいろんなの見るのが大好きなんですよね。でも買うのも好きなんだろうけど料理するのが好きなのかなとも思う、なんかいろいろ機械とかなんかあったりして、なんかなんか餅つきとかもあるし、なんかガチな餅つき
そうそう、多分料理も好きなんだろうね。そうそう、あとおばあちゃんはね、こだわりの醤油があったりして、醤油は絶対これがいいみたいなとかあったりして、そう、料理が好きなんですよね多分。めっちゃ鼻詰まる。うわわわわ。遊びに来てよ、だって。こんにちは。うん。ちなみにうちは塩と砂糖にこだわってる家です。多分塩は絶対に、なんか岩塩、なんか削る塩がいいみたいな感じ。砂糖もそうだけど、そう、鈴木家と鈴木のあたりはそうかな。そうそう、岩塩がいいっていうお家です。そう、ジャリジャリ、そう、ピンクの塩、ピンクの塩がいいっていうお家なんです、私のお家は。ね、体にいいらしいよね。そう、それにこだわっているらしい。うん、今度聞き塩しよう、だって聞き塩でもさ、岩塩だとさ削ってるからさ、サイズ感的に分かりそうだよね。この塩大きいから岩塩だなって分かりそうじゃない。普通の塩ってめっちゃ細かいじゃん。だから、あ、この塩大きいし硬いなって分かりそう。分かっちゃいそうで。それで外したら恥ずいで、だって確かにちゃんとその岩塩が普通の塩と同じサイズになんか切り取られてたら、なん、え、わかんないってなりそう。でもまあ味のためにね、塩にこだわってるんじゃなくて、体にいいものがいいよねっていうので、それなので、まあ味は正直まあまあね、その気にしてない。うん、そういう塩は血圧も上がらない。なるほどね、確かに確かに健康に良さそう。私もね、いつかね、自分でちゃんと料理する時があれば、うん、まあなるべく体にいいもので料理したいなって思います。そうそう、水にもこだわってそうだって。水はあれです、普通です。水はシャワーなんとかなんとか浄水っていうやつで、一番こっちに傾けて浄水出してます。はい、普通に浄水出してます。はい、なんか天然水とかいうのにこだわってるわけではないですね。はい、普通です。
通の浄水を飲んでいます。こだわりすぎるとポテチとか食べられなくなりそうだってね。あんまり食べたことないけど食べれなくなりそうだよね。ね、ウォーターサーバー、サーバーもあるもんね。そう、ウォーターサーバーあるもんね。え、わかる。なんかさ、おばあちゃん家の水ってなんか美味しく感じるよね。あれ何なんだろうね。おばあちゃん家の水はすごい美味しく感じる。うちの水も美味しいけど、ウォーターサーバーはうちにないですよね。でも劇場にあるから、そう、劇場にあるから、ウォーターサーバーは。だから、ああこれがウォーターサーバーの水かーって最初飲んだ時思いました。でも私ちょっと水には詳しくないというか、どの食べ物にも効きとか苦手なので、そう、ちょっとこれがウォーターの水で、これが浄水で、これが何水で、これが軟水で硬水で、そういうのが分かんないですね。ちょっとよく分かんないですね。ちょっとよく私はわからない。わかる。冷たければ大体美味しいよね。なんか冷たすぎると体に良くないとか言うけど、やっぱり冷たい水が美味しいよね。冷たい水は美味しい。そう、冷たい水ね。でも冷たければ冷たいほど夏は、はあ涼しいなって思う。でも冬になってくると冷たすぎる水飲むとってなる。今うーってなる。ちょっとなんかここなんか通ってるのを感じるとってなる。でも冬でもアイスは食べたい人。寒いけどアイスは美味しいよねっていう。なっちゃんの遊びだって。あ、いやあれね、スイスイはね、あれで遊んでるかもしれないんだけど、私は普通に飲んでても自分は生きてるわけだから冷たさを感じてしまうじゃん。ただ感じたくて感じてるわけじゃ ないの。そう、感じたくて感じてないんです。そう、不意に冷たいものが通ってってなる。お湯バーガーやっただって。やってないですね。うん、挟まなくていいじゃんね普通に。だって冷たい水入れてその後あったかいお湯入れれば普通になるけれども、挟まなくても量、冷たい水とあったかいお湯のおなんか量を同じぐらいにすればさ、味とか変わんないじゃん。なつきちゃんがリリカちゃんとハルルの会話はいつも噛み合ってないって言ってたよ。噛み合ってなかった。噛み合ってなかったかもしれない。少し味が違うのかもだってね。味が違うのかな、お湯バーガーって。
バーガーにしてもしなくても水と水足す水足す水とさ、水足す水はさイコール水って変わらないじゃん。水足すお湯足す水、水足すお湯、二つとも常温じゃん。あんまし変わんないよね。それを言っちゃおしまいようだって。そういうなんか理論とかじゃなくて気持ちの問題だったのか。なんかバーガーにすることによってなんか幸せを得られるみたいな、そういうことか。なるほどね。確かにね、なんかそうすることによってなんか苦労してできた水だからやっぱり大切に飲もうっていうね気持ちにねなるものね。確かに、ちょっとよくわかんないけど、まあいずれにしよう、いずれにせよ結果水なんですよ。どう頑張っても水足す水足す水は水なんです。そうですね、水は水ですね。うん、でもこれはるかさんが考案ってこと？ここはるかさんのコメントがたくさんあるってことは、はるかさんなんですねやっぱりこれは。なるほどね。リバイバル公演で誰かが言ったっていうことは記憶にあったんですけど、はるかさんなんですね。なるほど、うん、なるほどね。ちょっとわかんないですね。お湯バーガーはちょっとやっぱり水は水ですよ。うん、だって水足す水は水だよ。うん、水ですね。うん、めっちゃプーちゃん吠えてる。なんかささっきからプーちゃんがっていう音が聞こえるんですけど、なんなんですかね。大丈夫ですかねプーちゃん、今な、何が起きているんでしょうか。終わったらパイナップル食べたい。そう、家にパイナップルあるんですよ。家にパイナップルあって、なんか家に気づいたらあった。パイナップル食べたい。パイナップルは冷えてますか？だって冷えてます。わかる。プーちゃんいつも泣いてるよね。皮ごと食べれるパイナップルあるよね。だってほんと皮ごと食べれるってガリガリガリってならない？嘘でしょ。パイナップル美味しいよね、美味しいよね。でもねまだ家にね柿あるんだよ。柿今年数十個食べたような記憶がある。柿食べたよ、食べれるんだよ今日。配信終わったら、配信終わったら食べようかなって思ってる。柿マジで、私柿朝1個昼1個夜1個みたいな生活してたから、もうね柿めっちゃ食べたんだよね本当に。柿は多分おばあちゃん家でなった木の柿です。なった柿ですね。でも柿の木はあれですね、何かの記念樹とかではなく普通に柿です。普通の柿。そう
おばあちゃんちの牡蠣めっちゃ美味しいんだよ。そう。牡蠣はお腹が冷えるらしいから気をつけて。だってそうなんだ。なるほどね。牡蠣めっちゃ好き。果物の中でトップレベルに好き。牡蠣は昔柿をくれるというんでもらったら、あーコメント迷子になった。45リットルの袋いっぱいでもらって驚いた。だってなるほど、確かにね。なんかおばあちゃん家とかでもらうものってありえないぐらいの量もらうよね。スイカとか。ねえ、ありえないぐらいもらえるよね。わかる。それで毎日のようにそれを食べるようになるよね。そこまでがお決まりだよね。たくあんとかも大量にもらうよね。梅干しとか。柿と姉って似てるよね。だって確かに漢字がね。リーカちゃんみかん食べ過ぎて手が黄色くなってそうだって。みかんね、わかる。でもそれすらも幸せだよね。おはぎたくさんもらった思い出ある。だって、え、わかる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 。でも普通に生活しててさ、おはぎとか笹団子とかどうして作れるんだろうって思う。なんで作れるんだろうね。みかん美味しいよね。冬はこたつで丸くなってないです家にこたつないので、家にこたつないので丸くなりようがない。そう、リーカ様みかんは綺麗に筋取って食べそうだって。え、私爪に白い筋入るの嫌いで取らないんです。ここに、ここのここにあの白い筋が入るとちょっと嫌なので、洗うのにここをやんなきゃいけないのがめんどくさくて取らないのそう、取らない。なんかそこに栄養あるって聞いたことある。え、わかる。盛り上がり指数みたいな。1万19いった。わあ。ありがとうございます。みかんは好きだけどグレープフルーツ苦手。わかる。グレープフルーツ酸っぱいよね。でもみかん甘いよね。みかん鍋も美味しいよね。だってみかん鍋って何？みかんの鍋ですか。ちょっとみかん鍋って、どこの地域？すごい珍しいですね。給食でありえないほど綺麗に筋取る女子いた。あーね、なるほどね。
私はあれだ、普通に食べてた。でも逆に男子でみかん早食いしてる人いた。そのみかん半分に割ってこうやって食べてた。そう、でも一個ずつ取って食べた方が美味しいのになと思ってた。やったことある？おいらとお前で勝負しようぜ、へへーみたいな感じで勝負してた人。おいらとお前でみかん早食い対決しようぜって言ってた人。男子あるあるでしょこれ。口大きい人は一口やね。だってでもさ、口大きいからって言ってさ、一口でこうやって言ったところでさ、噛むのが難しくて余計時間かかりそうだよね。やったことないですね。バレた。だってやってたっしょ。懐かしい気持ちになった。みかん早食い対決しようぜ。でもさ、それを女子に白い目で見られるんですよ。だってやばい、その場完全再現で、すごい。オイラとオレで勝負しようぜ。やってそう、みんな。ね、鼻からみかん汁っていうコメントあったんだけど、どういうこと？鼻からみかん汁わらわらわら、どういうこと？鼻からみかん汁わらわら。白い目で見てるのはリリカちゃんでしょ。だって白い目でなんか見てないよ。あ、ちょっとあれ見ない方がいいなって思ってたよ。見てすらいないですよ私なんて。おいらと俺一緒だよ。だって確かに。でもさ、凍ってるみかんだと早食いできなくてなんかショック受けてた。みんな。見てあげて。だって凍ってるみかんも美味しいよね。でも凍ってるみかん美味しい。凍ってるみかんも好き。でもガチガチに凍りすぎてるとちょっと冷たってなるから、ちょっと溶けてるぐらいが美味しいよね凍ってるみかんって。電車で売ってたよね冷凍みかん。だって電車で売ってるんだ冷凍みかん。へえ。みかん指に入れて空中うよう、ゆの手品。あ、こういうやつ。駅の売店。なるほど、わかる。なんかこうやってはめるやつね。でもさ、指とここ全体が冬って読むんだ。難しいですね。なんかここにさ、こうやってつけるとさ、でもここ全部汚れちゃうからさ、なんかちょっと汚いよね。その後箸とか持ちたくないよね。あ、でも学校の給食だとデザートが一番最後って決まりだからあれなのか。別にその後箸なんて持たないのか。なるほどね。親指に刺すんだ。てか親指って、なるほど、決まってるのか。あ、確かにみんな親指だったかもしれない。確かに親指の人多かったかも。みかんとバナナとか冷凍庫に入れてた小学生時代。あ、バナナも入れるよね。でもさ、バナナってさ、ちょっとさ硬くなりすぎがちじゃない？凍らせると。
デザート最後っていうルールあるよ、小学校の頃。だから給食全部食べた人しかデザート食べちゃダメって言われてた。だから私も給食全部食べてデザート食べてた。そうそうそう。ルールだよ、ルール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 、厳しいだって。でもみんなもそうでしょ。でもなんかお母さん、そう。でも今はね、あの中学校に入ってからそんなことなくなった。なんかね、中学校は別に全然普通。でもさ、給食で出てくるみかんってなんであんな甘いんだろうね。残ったパン机の中に隠したことある？だって。ないないですね。残ったパン机に隠したらもう後々どうなるんですかそれ。パン机に隠したらその後からどうなるんだいそれって。カビ生えるだって。まあそりゃそうか、カビは生えるか、確かに、ね、でも私の学校は教室で食べれるのとなんかランチルームで食べれるみたいなのがあって、そうランチルームだと、あやばい、そう自分の机じゃないから隠したら、えこれ誰のパンってなると思う。カビルンルン。ランドセルに入れて家に持って帰って親に怒られる、だって。親に怒られるんですね。なるほどね。親に怒られちゃうね。よいしょ。めっちゃ Wi-Fi のさコードが落ちる。よいしょ。そう今は残しても怒られない。そう残してもまあ怒られはしないですけど、小学校の頃は残すと怒られるというか、全部というか昼休みの最後まで残ってないとダメだった。うんうん、残してもいいけど昼休み全部使ってないとダメだった。残しちゃダメだった。そうそう、だから食べるまで残るよね。なんかそう切ない。でも私の友達も食べるの、わあ食べるの遅いとか好き嫌い多いとかそういう子多かったから、あの残ってても一緒に残れてたから、あの机とか近づけて、あその時はコロナじゃなかったから、そうそう、だからそう一緒に残ってたりした。あと私放送委員だったのね。放送委員だったから今日の給食の献立は赤のなんとか黄色のなんとかとか言って放送して帰ってきたら食べてたから、あのみんなよりもスタートがそもそも遅くて放送委員だったから、え赤の食べ物とか言わない？赤の食べ物はみたいな言わない？緑の食べ物は、あるよね。なんとかのなんとかを整える。なんとかの食べ物は小麦、じゃがいも、レタスみたいなさ。え言わなかった？言ってたよ私の時は。体の調子を整える。緑の食べ物は白菜、人参、レタスとか言って、あとなんとかの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 食べ物は
なんとかみたいな。そう、円グラフになってるやつ。円グラフになってる。で、黄色の食べ物は、緑の食べ物はみたいな。体の調子を整える、緑の食べ物はって言った記憶。あ、5位になった。5位になった。でも配信があとちょっとで終わっちゃう。でもね、最近ね、あのね、給食の時間にあのね、喋っても良くなったんだよね。なんかコロナも収まってきたことですしみたいな、食べれ、そう、喋りながら食べれるようになったんだけど、あ、この前もこれ話したか。そう、でも話す人いなくてちょっと寂しいよっていう感じ。ここ私で、ここが陽キャ、ここがあのわちゃわちゃなんか部活エンジョイ系女子、ダンス部エンジョイ系女子で、でここここここが食べ盛りおかわり男子、うん、で隣のクラスの親友がここで目合うとってやってるやってるそう、あれはもうぼっちと同じですね。ここここここはお前これいる、これいる、いやこれうまいよなーみたいな話をするわけで、ここは〇〇くん〇〇くんがこうでこうでキャーみたいな話をしてるの。それで私はみたいな食べてる。そう、もうだ誰とも話せなくて、そう、誰とも話せなくてちょっと切ない思いをしてるんですけど、あ、ぼっち、はい。でもちゃんとクラスに友達はいるんだけど、あの名簿順で席が決まってるから、名簿で決まってるって、そう、あのそうなんです。ちょっとね、でもここここに私もいて、ここにもう一人静かな子もいるのね。こっちがあのキャーキャーのダンス部エンジョイ女子の、ここにも静かな子がいて、私ここここで、でここ男子男子食べ盛りで、でもこの子がいるから私も落ち着いて食べれる。そう、この子がいなかったら私はもう終わってた。そう、静かな子が一人いたから私も一人じゃないんだなって思ってる。そう、その子で私助かってます。ちなみにその子も理科部、元理科部かな、うん、今はもう辞めちゃった気がするけど元理科部、うん、二人ぼっちがいればぼっちじゃないよねっていうね感じです。そう、そう、セーフ、うん、でも後ろの方は、私の真後ろの席の方もはなんか男女固まってなくてバラバラでいるんですけど、なんかコミュ力すごい人たちの集まりだから、なんかわー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 話せてて、まあね、私はまあ
っていう感じでいますね。っていう感じです。はい、でも私ランチチャイムが鳴ってランチ絶対食べてなきゃいけない時間と、あの食べたい人はまだ食べてていいよって時間あるんですけど、私はそのチャイムが鳴ったら即片付け始めるので、私チャイムが鳴った瞬間ってやって立ってもう片付け始めるので、その場から一刻も逃げ出そうとやって逃げ出すので、もうそこまで気にならないですね。秒で逃げる。そう、秒で逃げるんだけど、ちなみにそれで私の仲いい子も食べるの早い方だから、ランチルーム出た後から話しながら教室の方戻っていくっていうのが最近のルーティンです。はい。逃げてること多い。だってわかる。逃げてる。そう、でも友達は一応 1,2,3,4 ちょっと5ちょっと6ぐらいでいるんだけど、そう、友達は一応いるんだけど、ダンス部エンジョイイエーイ私たち最強みたいな女の子たちが横にいると、ちょっとなんか私は違うかもみたいに思う。私はちょっとやめておこうかなって思う。なんかダンス部キラキラ、バドミントン部私たちキラキラーみたいな人たちがいると、あーって思う。そう、なんかパリピ集団みたいな感じになってると、あ、ちょっと違うかもみたいに思う。わかる？これ文化部にいた人とか帰宅部の人とかならわかると思う、この気持ち。運動部学校生活エンジョイみたいな人たちの活力と、自分のなんか帰宅部のなんかそう、ちょっと なんか学校のなんかにいる時のなんか情けなさみたいなのと相まって、なんかって思ってる。ダンスはプロだし、だって一応ちょっと、まあ、アイドルなんですけど、言うてプロですよね。ちょっとアイドルなんですけれど、プロでしょっていうコメント3つぐらいあるんだけど、まあプロだけど、そうかもしれないけど、私はアイドルエンジョイイエーっていう風にしてやってるわけではないの。なんかそう、誠心誠意やってるわけであって、ふえエンジョイイエーってやってるわけじゃないから違うんだって。そう、今何時だろう、56分か、まだ58分じゃなかった。でもちょっとね、食べ盛りとね、キャッキャ女子と囲まれて、そして私のようにまあぼっちの子一人とっていう感じの周りなんですけれども、ちょっとね、まあいい感じに馴染んでいけたらいいなと思っています。個人的には私は馴染みたいと思っている。でもなんていうかな、あの席だから馴染めてないだけだと思うんだよね、私的には。あの子たちはもう知らないもん。知らない話題をさ話してるのにさ、話に入れるわけなくない？
58分になっちゃった。まるまる部のまるまるなんとかのまるまるくんがまるまるでみたいなさ、知らないことはさ知らないわけだもんね。知らないもんね。だって私いきます。13位シューウィズさん、12位ケンジデスさん、11位 KITT 萌えラインさん、10位三毛猫さん、9位マーチさん、8位ヤマッピさん、7位ヨシさん、6位ノリさん、5位佐藤大塚さん、4位タカラさん、3位リエちゃんズさん、2位トワさん、1位スーさん。ありがとうございました。いろいろ話せて楽しかったです。よいしょ。59分だから切れるまでやろうと思います。おもろかった、だって嬉しい。ありがとうございました。今日はおしゃべり会もあったんですけれども、おしゃべり会も楽しくってありがとうございました。次の配信は朝の7時です。7時だよ。7時来てください。私は寝坊しないように頑張ります。朝の7時です。朝の7時です。朝の7時です。来てくださいね。私は柿を食べたいのでここら辺で終わりたいと思います。柿食べたいな、柿食べたいな、柿食べたいな。